というわけで今週も MC を務めさせていただきますのは、はい、アニソン界のおしゃべりクソメガネこと石井正義です。そしてはい、奇抜な髪型にしてみました33歳加藤選手です。よろしくお願いします。もう純ちゃんは頭がアグレッシブちょっと攻めてみようかなと思いまして、ですね、しました。ですよね、はい、僕実はなんですけども、はい、まあ、ユーザー配信されてたじゃないですか、はいはいはい、でそれをタイムシフトで見させていただいたんですけど、あ、本当ですか。見事にネズミ返しがなかったここがちょっとなんかビヨーンってなっちゃう。自分でね、まず切ったというか自分でやったんですよね、はい、自分で断髪して、はい、そしたらネズミ返しというか、もうそう、なんかここがね、ビヨインってこうなって雨宿りできる傘みたいになっちゃってまずいなと思って。ですよね。美容室行ったんですよ。あ、行ったんですね。その後美容室行ったら、うん、どうなりたいのって言われて、仲いいから、いや俺だから美容師さんに、ね、美容師さんに、うん、だからストリートファイターのガイルみたいになりたいんですよって言ったらいや、これちょっとザンギエフにしかならないくせーって言って今日ちょっとまだ俺はザンギエフだけど、これからちょっとだんだんガイルになってくんで、今はまだちょっとね、ロシアの英雄ザンギエフですけど、これからまだ育つんで、はい、はい、急遽ですけども、はい、こんなコーナーご用意いたしました。なんですか。ニコ生、はい、大石、はい、ファッション王。なんすか。その配信を見た時に僕思ったんですよ、はい、純ちゃんこの服着たら似合うんちゃうかな。え、大石さんが選んでくれたんですか。いや、自前の僕の服を持ってきましたよ、はい、マジですか。で、かけてるんですけど持ってきていただいていいですかね、はい、僕今日はなんかこのチャンピオンのちょっと可愛い、ちょっとこれガチ自前なんですけど、あ、靴のね、すごい、ちょっと本当になんかあれじゃないですか。これめっちゃ可愛い系の、可愛いというかモード系な、ね、モード系でオーバーサイズのパリコレにいそうな感じの、はい。いやでもこの頭でそれ着ちゃったらやばいっしょ。はっきり言って黙ってないっすよ。ファッション業界どんこにしとくから連絡くんじゃねえの。いや、やりましょうやりましょう。今日もなんだっけ、俺と同い年の人、中田じゃなくて、なんだっけ、あの人、クリスティアーノ・ロナウド。おい、なんか俺クリロナみたいじゃない。え、ちょっとクリロナみたい。俺クリロナ。ちょ、じゃあ、靴履いて。クリロナじゃない。俺。これいいじゃん。おい、さん、ありっすね、これ。めっちゃあるじゃん。ちょっともうちょっと引きで。もうちょっと引いて。クリロナじゃん、俺。めっちゃかっこいい。ねえ。あ、ごめん、俺、写真撮ってた。これみんなどうよ。これいいよね。めっちゃかっこいいじゃん。別人の強そうじゃない俺。純ちゃんこっち向いて。オッケー。パリコレでウィスみたいな感じで。ウィス。マジありまだあるみたいな。ちょっとやっぱ大気の血が流れてるから。いいよね。めっちゃかっこいいね。大石かっこいい。でしょ。しかもさ、スタイルよく見えますね。そうなのですよ。ね。このね、なんかいわゆるこうボンタンというか。はい。こういうタイプの、はい、サルエルパンツって言うんですけど、サルエルパンツ、こういうモード系のズボンは結構純ちゃん合うと思うんですよ。いや俺もう来週多分履いてますよ。あたすーとおざまーすみたいな感じで、恥ずかしいから責めないでくださいね、履いてるねとか。いいね、これおすすめしたいですね。ちょっと、あ、ちなみになんですけど、なんか無粋な話になったんですけど、はい、やっぱ俺もこういうの揃えたいんで、はい、これで大体おいくらぐらいですか。全部揃えて40ぐらいですか、はい、あ、なるほど、40万円。40万ですね。まあ、今日これをいただけるということで。やめとけ、さすがに無理だ。さすがに無理。いただけるということで、これもうね、いやでもちょっとかっこいいですね。ありがとうございました。よかったよかった。いや嬉しい。ね、早脱いで。ただそれだけっていう。いやかっこいい。このワイシャツがいいよ。そう、いいよね。はい、ワイシャツ、俺欲しかったらそれあげれるよ。いや、本当ですか。俺、一回着たから結構。え、欲しいこれ。なんか漂白剤でちゃんと洗ったらちゃんと綺麗になる。いや、ちょっと嬉しいわ。かっこいい。純ちゃんやっぱ似合うね。